腹巻きは腹部に巻く布。腹部が冷えるのを防ぐために付けられる。形状は布を巻きつけるタイプのほか、筒状のタイプ、ガードル型などがある。さらし木面の布を巻くのが伝統的だが、筒状に余れた毛糸製腹巻きもある。ジスウェルレニーチゴ繊維製品用語では、腹部に巻く、保温体と定義される。腹帯、健康体とも。奈良時代から平安時代にかけて、 高貝や義学の装束の下に身につけた布、または平安中期から室町末期にかけて用いられた鎧兜の一種から生じたとされている。妊婦が晒し木綿の腹帯を巻く習俗が明治末期から昭和初期にかけて日本で見られ、その後も残っており、この着用の儀式を帯祝いという。聖母病院分娩室菅沼博子が、 妊婦100人を対象にして1985年に行ったアンケートによればそのうち96人が腹帯を着用していた。保温のため新生児や乳児に着用させることも推奨された。マジックテープで止める仕組みなどを売り物にした腹巻きを中山式産業が昭和35年頃健康器具として発売した。ABC 層同期物学院。 着物用語大辞典 P413、ABC 母性間50線の基本、横尾京子、中込里子 P138、P139ABHTTPS コロンスラッシュ、スラッシュ SAIFUKU.JP スラッシュ INUNOHI。 大ーの、しろうメディア、す肌だに、製品消費科学開始、ボリューム41ナンバー 12p953 から962 ht、https コロンスラッシュスラッシュ www.jpo.go.jp スラッシュシステムスラッシュデザインスラッシュ g a i y o スラッシュ bunrui スラッシュ i s o u 分類、ドキュメント、日本衣装分類 s58、 4から3から 4BPDAF、石井隆之、重なり志向の日本文化、言語文化学会、2019年11月3日閲覧。AB 根岸健之介、鹿村マリ子、医療人類学の研究、群馬大学医療技術短期大学部起用級、7から20、1989年3月31日、AB 鎌田久子、菅沼博子、坂倉,坂倉明夫。 宮里和子、古川優子、日本人の子海子育て今、昔48から61ページ、家事衛生研究介入、地後の衣食住そのの一家事と、衛生ボリューム8ナンバー 12P11 から16、田中里氏、健康法と癒しの社会史、P87、ありがとうございます。